お父さんこれからカイロですね、スーツクリーニングに出すんだって。いってらっしゃい。だいぶ動きが滑らかになったよね。いってらっしゃい。そこから覗いて一緒にお見送りしてるんですね。コミもいるけど、これは昨日サムちゃんがお父さん帰ってた時にこのね白い布をかぶって隠れてたので、サムちゃん怖くっておしっこ漏らしちゃったんです。で、お父さんのズボンとあれがおしっこ漏れになったんだって。もう自業自得よ、お父さん。ね、ポミ、ポミだ、おはよう。ゆっくりしてなさい、ポミだね。あれ、サムちゃんどこ行った？サムちゃん定位置かな。やはり早いですね、戻るのね、うん、な、あ、逃げた。おもちゃ取ると思ったの？ママおもちゃ取らないよ。あ、ポミ君が後ろにいた。なかなか。サムちゃんおはよう。遊んでんの？そっか、わかったわかった。おはようはないのじゃ、今もうさっきしたよって言われてる。はいはいはい、ポミちゃんどうぞ。あー、そういうことしないの、タムちゃんは。タムちゃんのあるじゃん、オレンジちゃん。一人一個集中よ。うん、はい、タムちゃんもおはよう。サジクはどっかの棚入ってるかなと思いますが、あ、出てくるから。あ、トイレの棚入ってたっぽいね。タジクおはよう、おはよう。うん、ママいたじゃん。おはよう、ナニク。おはよう。ただいまね、9時前なので、お父さん、1時間ぐらいで帰ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、状態によってね、お父さんがどっか行きたいと言えば行くし、お家で今日はゆっくりしたいと言えばしようと思っておりますので、とりあえず帰ってくるの待とうと思います。お父さん帰ってきましたね。お帰り、お父さん。どうだった？新たなパターン。何？すごい、なんか、筋肉やろう。怒られたの？筋トレしろって言われた？力づくパターン。ああ、そうなんだ。ゴキゴキやったのね、うん、どうだったのそれで、調子は？まっすぐなってる。ちょっとビデオ割れしてるからお腹上げて。痛みとか関係なしに無事でゴキゴキやって、あ、痛みが復活してるんですけど。痛いの？違和感。でもなんか足が長くなったり、うん、歩き方綺麗になったよ、うん、だから無理やりずらして直すとか、うん、でもそういうのの方がいいんでしょ、お父さんは。自分がなんかやるよりトイレ行くみたい。行ってらっしゃい。ということで、お父さん帰ってきましたので、ちょっとお庭出てね、鳥の餌やりとかいろいろしたんですが、まもなく11時になるんですけれども、ポミタとタムちゃんもいますが、これからうちのね近所にあるドッグランに行ってこようと思います。お父さんも歩いて散歩するよりもね、ドッグランでタムちゃん走ってもらった方がねいいかなとも思うので、まあ夕方ねお散歩行きたいよってなったら、私が近所一周お散歩行ってくればいいしと思っておりますので、とりあえずね初めてなんだけど行ってみようと思います。行ってきます。着きました。高まっておりますけれども、なリトルリーグの試合もやってるのかな。なんかどっかにドッグパークっていうのがあったので、ちょっとぐるっとね行って見てこようと思います。スケボーのパークもあるね、スケートパークと。でこっちがドッグパークって書いてあるから、このまま進んだらドッグパークがあるのかな。で行ってみましょう。あ、うんちバッグもあるよ、お父さん。これあの、うん、いる？うん、じゃあ取っとこう。パーク着きました。こっちスモールドックスの方ね、誰もいないからちょうどいいかなと思っておりますが、サムちゃんお友達作りができそうにないですね。あれだ、雨降った後びちゃびちゃだったから、なんか一緒に行ったけど、行った行った、一緒に行った。遊んでますね。いいじゃん。輪っかを飛ばせようとしてる。できない。あー、びちゃびちゃなる。そっち行ったらポミ、あー、ああやってなんかちょっと遊べるやつがあるんだ。ポミも走ってる。ポミくんテンション上がってますね。楽しそうだよ、お父さん。なんでお父さん乗ってんの？何してんの？あれ飛ばせたかったの？そばにうんちゃん。ちょっと楽しくなっちゃってる。よかったじゃん、お父さん。楽しそうだよ。タムちゃん楽しいね。ポメも楽しいね。ほら、おへそ結構してるよ。お父さん、ほら、ドロドロのとこ好きね、あの二人。お父さん、ちゃんと、落ちてたうんち拾ってる。偉いね、お父さんね。とっても偉い。多分、そのビニール使いたかっただけな気がするけど。なんか入った。よくわかんない。あの、白いのも持ってくれば。裏返さなきゃダメでしょ。うん、これか結構してるよ、一緒に。これはいるの？
加減の方がいいんじゃない？うん、すごい楽しそうだよ。おいで。テンション上がりまくっちゃってますけど、遊びなさ。うん、じゃあお父さんと遊んで。どうしてもサムちゃんにあれを飛ばしたいんだろうね。できないよお父さん。回るしかできないよ。ピョンはできない、タムちゃんには。怖いもん。怖いんだ、お父さん。一緒にやってあげたらいいんだよ。通してあげたりとか。一回それが大丈夫だよって教えた、頭ぶつかった。一回通れるよって教えてあげたらいいんだよ。楽しそうね。よかったわ。思う存分遊んでくれて。ずっと遊べてなかったからね、のびのび。お父さん、ピョンも一生懸命教えてできるようになってるっぽい、少しずつ。上手だなぁ。なかなか道のり長いね。十分遊んだので帰りましょう。っていうかね、今日暑い。強風がね吹いた日の翌日から暑いの。それで日向めっちゃ暑い。今日何度ぐらいあるんだろう。今日最高気温31度だわ。そりゃ暑いね。一生懸命練習してるね、みんなね。では帰ろう。お家帰ってきました。サブちゃんね、ドッグランですごい転び方して、尻もちついて仰向けになって転んだんだけど、特に支障なく大丈夫そうでしたね。お腹真っ黒だったけど、ドロドロのところ好きで入ってたからだと思うんだけどね、タムちゃん。でお父さんはお昼にダンキンドーナツ食べるって言って食べ始めましたが、私が味玉ご飯食べるって言ったら俺も食べるっていうので、まあお味噌汁温めて全部残り物でね、簡単にご飯食べようと思います。ご飯を始めましたが、もう全部残り物。お味噌汁もこれで最後だし、ひじきがあったのでひじき混ぜてご飯に。で、味玉と酢の物と、これ先週のチンジャオロース的なやつと、昨日のじゃがいも餅ですね。あとお漬物があります。それではいただきます。お昼ね食べてお片付けしましたので、コスコだけねちょっと買い物に行ってこようと思います。行ってきます。着きました。お買い物してきます。昨日ね言われたことを意識してるらしくて、なぜか手を内側にしてるんだけど、お父さん先週パビリオンズに行ってハマったみたいで、パビリオンズ違う店舗なんだけど来ました。一目散にねビールコーナーに向かいまして見ておりますが、入り口に可愛いお花のアレンジがあってね、欲しいなと思ったんだけど、あと私はパンプキンチュリーが欲しいんだけどね、トレーダージョーズの方が安いからトレーダージョーズで買おうかな。お、見てる。これ前も飲んだじゃん、お父さん。あ、でも違うやつだね。何種類を見てるの。なんか買うのかな。ロスに来ました。ちょっと見たいものがあるので行ってきます。ウォルマートにも来ました。なんか買うのかな。お父さん大きいバッグ持って行きますが、行ってきましょう。お家帰ってきました。もうねお外遊びに行っておりますけれども、何かここでねんねんしてますね。お買い物してきたものをコスコで、キッチンペーパーとフレーバー付きのペリエはガレージ置いてきたんですけど、マッシュルームとブラックのクレープとパワーグリーンズ、卵、芽キャベツは一袋ね。お父さんの最近ハマっておりますポンデケージョだと思うんだけど、ブラジリアンチーズブレッドね、冷凍のやつを一袋ね、お父さん食べてみたい、試してみたいということで一袋買いました。あとはあとね、ロスで私これが欲しかったの、オイル入れるポット。これが良くて閉まるし結構量も入るから6ドルぐらいでしたね。であとついでにこれ見つけたので、まあ、スウェットなんだけどちょっと分かりづらくて申し訳ないんだけど、ミッキーと書いてある、ミッキーって書いてある、これディズニーのやつだったので17ドルもしたけど、いいんじゃんって言ってお父さん買ってくれた。ウォルマートで私これが欲しかったんです。今めっちゃハマってるサンチップススウィートポテト&ブラウンシュガーですね。これ5袋も買ってきた。あとお父さんのね車の芳香剤を買いました。以上になります。まあ、これ片付けてお父さん多分昼寝すると思うから、私その間にお掃除して夕飯のね支度していこうと思っております。お父さん起きたのかな。サムちゃん寝てきたからね。お父さんのサムちゃん一緒に寝てたんだけど、ゲストルームで。お父さん昼寝してる間に、私ビデオをチェックして、アップロードして、お掃除をして、で明日用のハヤシライスと、今日ちょっと乾いちゃってるんだけどさっき作って蓋がなくってこれに使っちゃってるから、今日のニョッキのソース作って、で今ポンデケージョも焼いてるでしょ、までやりましたので、ちょっと暗くなってるけどね、お外お水撒いて来ようと思います。それからこの子たちご飯かな。とりあえずポミちゃん行く、で行こうか。はい、どうぞ。
っか。サムちゃんは行かないっぽいな。あ、来た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 。よし、じゃあ行ってきましょう。フミとサムね、ご飯にしておりまして、お父さんがね、起きてきたからご飯のね、用意してあったものをね、あげてもらったんですけど、おトイレこもっていますので、お父さんね、ヨーグルトさんをね、あげようと思います。よし、おしわりして。いい子だな、すごくいい子だな。でもじゃあ一緒に寝てたんだよな、お父さんとね、空中でね。お父さん好きだね。ポミも一緒に寝たいんだけど、できないのよ。一緒に入っていって枕の上乗ってたんだけど、出てきちゃった。やっぱりね、こう性格かなと思うんだけど、遠慮がちなんです、ポミちゃんね。ね、ポミ、お手はおかわり、もう一回して、お手、おかわり、はい、お手、おかわり、もう一回、もう一回、もう一回、お手、おかわり、もう一回、もう一回、もう一回、お手、おかわり、もう一回、お手、おかわり、よし、いいですよ。かっぽいだな、ポミちゃん。ナムちゃんはお手、おかわり、おしわりちゃんとして、お手、おかわり、おしわり、お手、おかわり、おしわりちゃんとしなさい。お手、おかわり、じゃあ最後しよう。おしわり、お手、おかわり、よし、食べなさいですよ。おいしいね、よかったね。ヨーグルトちゃん食べたらね、もうのんびりしましょうね。今日ね、ドッグランいっぱい遊んだもんね。お父さんトイレから出てきましたので、ご飯にしようと思うんですけれども、テレビを傾けてますね。今日はね、ニョッキにしました。クリームソースのニョッキとサラダですね。まぁ、ちょっとね、シチューっぽい感じになってるのかな。汁物作らなかったんですけど、で、お父さんのね、ご希望で、あとチーズが残ってて、カビちゃうと言ってないからと思って、ポンデケージョも焼きましたので、こちらを食べようと思います。いただきます。いただきます。はい、ランチョンマットごと移したら、こっちに座りたいみたい、テレビ見たいんだね。いただきます。はい、寝起きで食べますか。寝足りないで、結構寝たよ、もう7時半だもん。シチューじゃないですか。ほぼほぼシチューですよ、だからニョッキの入った、ニョッキがなんか知らないけど、クリーム、さつまいものやつだよ、それ。よろしいですか。はい、はい、じゃあ食べましょう。いただきます。サムちゃんお膝さんしてますけど、ご飯食べてる間ね、なんて言うんだろうね、あの借り物競争みたいなのを各家庭に回ってね、お誕生日会の催し物でやってる子供たちがいて、何度かピンポンが鳴ったんですけど、お父さん最初に何あげたの。2回目は3回目はそう、あげられないもんだったから断ったんだけど、そんな感じでね、子供たちが回ってるんですね。8時過ぎても女の子が一人で歩いてたりするから、この辺は安全だからだと思うんですけど、だからちょっとね、ハロウィンが怖いなと思っております。父さん今ね、絵文字のゲームして遊んでるんですけど、バスケ見ながらね。まあ間もなく9時なので、私は今日のビデオ編集して、お父さんがバスケ見終わったらね、お風呂入って休もうと思ってます。ポミちゃん、おもちゃだ、いたじゃん。谷くん、うろうろしておりますけれども、まだね、寝る時間じゃないらしいんだよね。今日ちょっと早くってね、みんなね、まだまだね、お遊びモードなんですね。うん、寝るの谷くん、お利口じゃん。ねんねん、お休みするの、すごくお利口じゃん、よく知ってます。谷くん、お休み。谷くん、今日何してたの。ずっとねんねんしてたんだよね。いろんなとこ行ってね。最近はね、キッチンの棚よりもね、トイレのね、棚入って寝てるのが好きみたいで、よくね、そっちから出てきますね。なので今日もね、ピンポン3回鳴ったんだけど、その時ね、リビングにいたんだけど、さっとね、走ってね、トイレの方にね、行ったので、まああっちがね、緊急避難所だという風にね、サニ君ね、まあ、決めたんじゃないかなと思うんだけど、ゲストルームにね、いてもらうことも多いからさ、お客さん来てる時とか、なんでトイレが落ち着くのかなと思っております。あそこのね、網戸はね、押すと簡単に開いちゃうから、まだ開けないようにはしてるんですけど、まあ、こことキッチンと玄関はね、開けっぱなしにしてるんですけど、まあ、特にね、網戸ギュッギュッ押してたりとか、そういうね、素振りもなく、ただお外をね、ぽやーっと眺めてるので、あそこね、座ったりとかして、だから今はどうやら脱走計画を練っていないのではないかと思うんだけど、まあまたね、すぐに計画を練り出すかもしれないんですが、とりあえずね、昼間はね、トイレの方がね、暗いからね、寝やすいんじゃないかと思ってトイレの方にいて、夕方になるとね、出てきてね、クレートの中入って寝ておりますね。ね、ダニク、ダニク、いい子いい子、好きだね、気持ちいいの。サニクもね、サムちゃん同様超甘えん坊さんなので、いい子いい子めっちゃ好きだし、くっついてたいし、こうしてればずっとゴロ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 言いながらね、気持ちよさそうにね、お目目閉じてね、座っておりますね。いつの間にか寝ちゃうんだけど、ニジャニク、で、今日も一日ありがとね、ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ、ダニクっぽい、おやじゅみ、くっぽい、おやじゅみ。
ポミクイエシミ、ポミクオレンジシャ持ってんの、いいじゃないの。ポミにね、ブルー渡すでしょ。そしたらいつの間にかね、オレンジ持ってて、サムちゃんがブルー持ってたりして、どのタイミングでスイッチしてるのかわからないけど、お互いにお互いのものがね、いいから、取っ替えこうしたりね、取り合いっこしたりとかしてね、スイッチしてますね。基本的にね、サムちゃんが2つ持ってて、ポミがうろ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 探してるっていうことの方が多いんだけど、でもう一個こんなとこにあったよって言ってね、ポミにね、渡すと、サムちゃんがね、ダーッとね、走って追いかけてきてね、当たりのよ、当たりのよってやるんだけど、あ、ポミちゃん隠してるな。隠したんよ。大事なもの掘って隠すんだよね。そうなんだよね。すごいね。お利口者だね、ポミね。でもどこやったか分かんなくならないようにしてね。どこ埋めちゃったかなって分かんなくなっちゃったら困るもんね。隠したところ覚えといてください。ポミだ、今日よどんいっぱいしたじゃん。どこ行ってきたの？父ちゃんと行ったんだよね。父ちゃんと公園行きたくてしょうがなかったんだもんね、ポミのね。お友達いるかなと思ったけどね。お友達いなかったね。お友達いたらね、ボミちゃんちょっと用意度難しかったかもしれないけど、もちろんね、アスレチックパーク行ってもめちゃくちゃテンション上がるんだけど、今日初めてのねところだったっていうのもあるのかもしれないけど、いつも以上にねテンション上がってね、ボールねポンしたらもちろん走って追いかけるけど、それ以外はね結構落ち着いて歩いてることの方が多いんですね、この子なんだけどね。リーシュね取った途端にねドア走ってね行ってね、めちゃくちゃテンション上がっておりましたね、ボミちゃんね。何もなくてもちょっとわけわからなくなって走ってるっていうの、なんて言ったらいいの、テンション上がって走ってるっていうの、久々に見ましたね。楽しかったみたい。行ってよかったなと思います。まあね、彼の場合はねほどほどにね遊ばなきゃなとは思ってるので、特にね今日昼間暑かったからね、日陰で休んだりお水休憩したりね、まあ彼の状態見てね遊ぶんだけど、とにかくね今日すごく喜んでたのでね、またね一緒に行きたいなと思っておりますね。ポミちゃん今日楽しかった？公園車乗っかったのか。そらにゃいいよ。楽しかった子よかったね。また来うね。いいよ、こんなくて。ポミタ今日思わず寝ちゃう、ありがとね。ゆっくり寝にしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ポミクグッポイ。おやーちゅみグッポイ。おやーちゅみ。タムちゃんもおやすみ。タムちゃんここ挟んでずっとガニ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 しておりますけれども、めっちゃね白いカス落ちておりますが、まあ、マイペースにね過ごす時間はこうやってめちゃくちゃ集中して一人で遊んでますね。タムちゃん今日よーいどんの公園行ったでしょ。どうでしたか？お友達いなかったね。タムちゃんお友達作りたかったね。でもポミクすごい今日一緒に遊んでくれたね。ポミクああやってよーいどんしてタムちゃんと一緒にね知ることあんまりないもんね。よかったね、サムちゃんね。楽しかったでしょ？ポミ君もあえて遊ぶんだよ。いや、ポミ君お兄ちゃんだから。たまにしかないけど。またね、お友達がいる時間にね、公園行って、サムちゃんね、新しいお友達いっぱいいっぱいいっぱい作りましょう。で、お友達と用意どんして。で、お父さん教えてくれたでしょ？今日、輪っかぴょんするの。輪っかぴょんできるのよってね、みんなに教えてあげて。で、またお父さんと訓練して。今度ももう一個あったでしょ？お父さんが乗ってたやつ。あれ、ぴょん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 ってできるようになれるといいね。またお父さん教えてもらおう。お父さんいろいろ教えてくれるもんね。サムちゃんにね、よかったね。ああいう時ね、できた時ね、おやつとかあげたらね、さらに覚えるんじゃないかなと思うので、まあ今度ね行く時はちっちゃいねご褒美おやつとかね持って行ってもいいかななんて思っております。ねえサムちゃん、何その格好は何でしゅか。あ、ゴロンしてる。ゴロンしたにゃー。ポンポコリンにゃんの、もしかしてあなたはしょうにゃんの、今日そしてお父さんとお昼寝もしてたじゃない。サムちゃん特別だったよ。お部屋に入ってよかっただね。本当にあなたお父さん好きだからね、嬉しかったね。またねお父さんお休みの日ね、いっぱいいっぱいいっぱい遊んでもらおうね。でまたね、よーいどんの公園も行こうね。ポミがお水飲み行ったからね気にして見てました。ねダメだ、今日も一日ありがとね。ゆっくり寝にしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ダメだ、グッピピ。おやーちゅみくベイビー、おやちゅみ、お耳めくれだよ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま12時前になります。お父さんは眉間にしわを寄せながら iPhone 見てますけどもまだ絵文字のゲームしてんの？
もう終わったんだ。なんか最近ねハマってねやってるんだけど、一向にうまくならないってさっき言っておりました。昨晩ですね、金曜日の夜、久々に YouTube ライブを行いまして、お父さんですね、ソファでね座りながら寝てしまっていたと思うんですけれども、何時ぐらいかな、12時半ぐらいに一回起きて、大きい方のソファでね移動してうつ伏せになって寝てて、でその後ね1時半行かない、1時半過ぎぐらいだと思うんですけどに起きてシャワーしてベッドで寝ました、うん、そのままねソファでね寝ちゃわなかったんでよかったんですけど、昨晩もですねたくさんの方にねご参加いただきまして、たくさんねお話しさせていただき本当にありがとうございます。またですねお父さんがねお仕事から早く帰ってきた金曜日の夜にもねまたライブを行いたいと思っておりますので、遊びに来てください。本日はですね、先週ね行こうかなと思っていたんですけど雨降ってね行かれなかったのでドッグランねできたんですけど、一番近いところ、ちょうどねお昼前だったからか全然ねワンちゃんいなくて貸し切り状態だったんですけど、まあなのでねあの時間に行けばポメ君もねのびのびね遊べるかなとも思いますし、サブちゃんがねやっぱお友達作りたいなっていう時はねもうちょっと時間ずらして夕方の方がたくさんね集まっているかなとも思うので、またねいろんな時間帯にね行けるようであれば行ってどんな様子かね見ていきたいなと思います。まあお父さんねお昼寝してたんですけど、寝足りないとは言っておりましたけれども、いつものね夜の感じと違って、もういつもだったら私が目を離した隙にすぐ寝てるからどこでもかしこでも、だけど今日はねしっかり起きててまあですがねもう目つぶってるし電気消したらねすぐ寝るかなと思いますので、私もねせっかく早くベッドに入れたのでありくん泣いてるけど今日はね早めに休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。サニくんの様子見てから寝ます。おやすみなさい。